毎朝配達しております魅力作家アカデミー、私受講生の井上真と申します。そしてガラガラガラ、脳魅力佐藤です。よろしくお願いいたしま す。プロサッカーデータマンで乳製品アレルギーの先生と今日もお送りします。週末プレビュー、さあいよいよ迎えました J1 の第3節でございますけれどもね、どんな組み合わせになってるんでしょうか。早速見てみましょう。ドン、はい、こちらになっています。こちらのカードが目白押し、楽しいですね。また来ましたね札幌シリーズ、はい、松本、浦和、岩田、大分、はい、ガンバ、名古屋、読み上げていきます。鹿島、湘南、セレッソ、広島、仙台、神戸、東京、鳥栖、マリノス、川崎と、はい、そうなっておりますよ ね。それでは上からいっていきますか。はい、はい、じゃあまずは札幌シリーズについてですけれども、札幌シリーズですね、まずもう、はい、乗ってますからね。やっぱり札幌さんが、そうですよ、武蔵鈴木が今乗ってる状態なので、浦和を撃破しましたけども、はい、なんで清水はちょっと警戒しなきゃいけないのがですね、うん、やっぱり前節もあのガンバ相手に、まあ、狙われてしまったポイントになりますが、はい、3バックの裏ですね、でガンバの小野瀬選手なんかもそうでしたけど、やっぱり鈴木、武蔵、チャナティップ、アンデルソン・ロペスなんていうスピードあふれるような選手にどんどん来られては、もしかしたらちょっと二の舞また演じてしまう可能性があるので、清水としてはどうやってカバーするのかってことをちょっと考えてもいいのかな、もしくはウイングバックの選手たちを高めに配置しないっていうのも手なんじゃないのかなっていうふうにはちょっと思いますね。ちょっと清水は守りから入ろうかみたいな。そうですね、守り気にしなきゃいけない部分はあるかなと思っております。でただ札幌に関してもどん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 来上がりますので、面白いからね今ね、ただ、そんなラインブレイクがうまい高野北川という男が清水にはいます、ね、ほうほう、なんで攻められても攻められてもカウンター一発北川高野なんていうケースは全然あるかと思いますので、札幌はね、あの攻めすぎないってこともちょっと注意かなと思っております。はいはい、札幌ドームどのようなね盛り上がりを週末見せるんでしょうか。3月9日14時からキックオフということになります、ね、はい、続いては松本対浦和でございますけれども、はい、もうポイントというかもう早く点決めてって思うのは、はい、まあね、前田大然、大然先生 ねスプリント番長と我々ね命名させていただいておりますけれども、前節でね、歴代最高記録の1試合53回というスプリントを決めなさった、はい、気象史上初みたいなことですね。そうですね、観測史上初みたいな最高値を出す、気象衛星ひまわりだったらぶっ壊れてますからね、ねただね、はい、そこを迎え撃つのが、この間 ACL もありましたけど、はい、そこでね、いわゆる 3-0 で、ね、勝ちましたね、浦和は、はいはい、そうだね、迎え撃つのはだからもしかしてスタメンあるんじゃないのって思ってますけど、うん、橋岡選手ですよ、ちょっと注目したいのは、はい、ACL では2得点、うん、ウイングバックの位置で出場して、はい、でただ浦和でちょっと逆に問題なのは、うん、3点決めたのはいいんですけど、牧野、うん、橋岡だったんですよね、うんうん、なんでこのシーズンの公式戦はまだディフェンダー登録の選手しか点決めてない状態なので、フォワード大丈夫かってところはありますが、ある種押し上げが効いてるということでもあるんですけれども、やっぱり ねエースの得点は望まれますね。なんで武藤勇樹選手がこの試合で復帰してくるようであればちょっと面白いとは思うし、松本としてはボランチとセンターバックでそこをどれぐらいケアできるかっていうのは楽しみではある。ただ前節浦和はやっぱりその札幌のスピードもね、先日にやられたところがあるので、この松本、特に前田大然筆頭にスプリンター揃ってますから、そこでラインを打ち崩していくってこともできるんじゃないかと思っております。ちょっとアルウィンで行われます、チケットももう完売、盛り上がっております、でも浦和にとってはちょっと問われるゲームですね、はい、大事なシーズンを占うゲームになるんじゃないかということですね、はい、土曜日9日14時キックオフということになります。さあそして次は、岩田対大分ということですけれども、なりますね、これまたちょっと面白そうな対決にはなるんじゃないかと思いますが、はい、大分としてはやっぱりね、J3 からも J3、J2 と上がってきて戻ってきてっていう状態ですけど、相手がね、はい、アダイウトン、川俣、大久保、中村俊輔、イカチーですね、ジャイロ・ロドリゲスっていう、ね、いかついやつらがやってくるので、ディフェンスとしてはちょっとね、耐えどころのところもある部分はあるかと思います、そしてあのこの間広島対岩田の戦術動画を見せていただいたんですが、岩田はもう単純な話でサイドバックのね、いわゆる偽サイドバック戦術っていうところやってくるでしょうから、
そこが、高橋翔平選手だとかが、うん、どれだけ前に押し上げることができるのか、はい、でちゃんとね適切なコースに走ることができるのかが一つ見なければならないところだし、うんね、大分としては、はい、もうねこのルヴァンもやってきてルヴァンも大逆転勝利を演じましたから、うん、後半45分からの2得点そうでした気持ちは上がってるよねだからねそうなんです、上げているところもありますしやっぱそういうね、うん調子に乗って、はいやってこれるようなのがそれこそ、うん、三平選手だとか、はい、オナイウアド選手だとかは、うん、もう彼らそういうね調子のところにね、一つポイントがあると思うので、はい、じゃあそのサイドバック上がってくるみたいだからそこついてやろうぜなんてことができたら大分にはやっぱり一日の長があるんじゃないかなと思っております上昇ムードをねアウェイのヤマハスタジアムにどう持ってこれるか大分、はい、そして、ね、世代ベトナットク先日の動画ぜひご覧ください岩田のね今シーズンの戦い方そちらにやっておりますのでねはい、はい、というわけで15時キックオフそして同じ時間にキックオフはガンバ大阪対名古屋グランパスとねスイタですもう破壊力&破壊力うんそうねそんな勝負になってきますよ、はいうん、でガンバはねやっぱ注目はですね、うんまあ、今野選手はい、コウ選手が開幕戦出て今野選手が2戦目出たという状態でしたがした、まあ、どっちでいくのかっていうパターンだとか、うんはいはい、あとはボランチをそれこそ矢島選手と遠藤選手のいわゆる、うん CMF 型、はい、2人並べてくるみたいなことも、キャンプではやっていましたからどんな形でやっていくのかっていうのもあるどういうふうに組みすんですかね守備的にいくのかそうなんですよ殴り合いでいくのかどっちなんですか ね殴り合いでもある意味面白いんじゃないかなと思ってますけど、はいどんな采配を振るってくるのか宮本監督楽しみです楽しみですねで名古屋は、うんもうスタメンの選手たちがもう強すぎるのは もちろんのことなので、はい、途中交代で入ってくる選手たちですよ ね気にしなければならない、うんまあ、だいぶ点入れてますもんね60分過ぎに交代選手がそうなんですよ、はい、今のところ開幕戦で、はいまあ、相馬選手が決めて、はいであとは泉選手もねそうですね泉選手が決めて、はい、で第2節では赤崎選手が途中投入で2得点、うん、いや赤崎選手先生の予言大当たりだったですねキレキレでスターなんじゃないかなみたいな本当にすごかったです ねこれはもうどうしようもないぐらい強かったところがありました、ね、2節続けて輝きが見れるか、はい、でただね、うん、あの両チームともちょっと見えてしまった部分があったのは、はい、ルヴァンカップでの現象でした、ええ、ガンバは完封負けを喫してしまったのと、うん、名古屋は2対2最後ですね、うん、エメリントン選手かな、ね、PK 決めてってところ2-2で終わった部分ありましたが、はい結局は相馬選手の PK2 得点だっただけだった部分もあったので、うんちょっとね例えば引いてきたりだとか、もしくは、ちょっと膠着状態に陥った後どうすればいいのかっていう新しい打開点、はい、途中投入の選手たちがリーグ戦では頑張っていたけど、うん、彼らが結局じゃあスタメン出るっていう風になったら途中投入で新しく出てくる選手たちがちょっとなかなか活躍できなかったのでまあそこがねどうなってくるのかが楽しみでございます、はい、戦いはまたリーグ戦に戻っての第3節頑張った名古屋注目でございます、はい、そして16時からは鹿島対湘南来ましたね鹿島はねあの、うん、ついに三沢健人が戻ってきましたからもう中盤のボランチだん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 人戻ってくるんじゃないかと思うので、うん、そこちょっと楽しみにしたいなと思ってる部分もありますが、うん湘南別に鹿島苦手にしてるわけではないので、はい、アウェー乗り込んで特にこの時期なんで、うん、またあのバンバン走ってくるんじゃないかっていうところもね、うん、ありますね、はい、で、まあ、あとはその三沢選手ってことも言ったけどやっぱりフルス対戦というのはやっぱり長木亮太選手に注目をしたいところでございます、はいはいうん、で湘南の注目選手はやっぱりもうこの人の名前を挙げざるを得ない、はい、コウスケ武富おもうね得点王にもなる勢いですからね。そうですね、うん、まあさすがにこの勢いがずっと続くことはないとは思いますが、はいうん、まあただねやっぱりスコアラー、まあ、2試合3得点取ってる男を注目選手に挙げないわけにはいかないと、はい、そうですねいうところがありますね。鹿島とどう組みしますかね楽しみですね、あとはもしくはこんなパターンもあるんじゃないかっていうので、はあ、内田選手がまあね、うん、シリアスお休みしたので出るとは思うんですけど、はいはい、まあ平戸選手があらまあっていうケースもあるじゃないですか。なるほど、平野選手のサイドバック戦術みたいなね、はい、先生予想してましたけども、はい、あるかもわからない。中盤はね多分ないですね、しばらく平野選手が中盤で出ることはおそらくない。なるほど、厳しいと思います。揃ってますしねメンバーもね、揃いすぎてて、ただ得点できたってことが大きいので、うん、今置かれてる立場でどこまでやれるか。なるほど、はい、でそれを考えるとそこで対峙するのが杉岡大輝、うん
同じ東京世代争いになりますね。マッチアップですね、そこね。はい、そう考えると、もともと杉岡選手だってセンターバックの選手ですから、もともとそれが今ウイングバックやってもガンガンやってくれてるわけなので、そこのバチバチとした勝負にも僕は注目したいなと思っています。局地戦にも注目ね、はい、長監督試合終わってどのようなね表情で、いるのかもちょっとそこいつも注目してるんですけどもね。はい、注目でございます。16時からですね、鹿島対湘南楽しみです。そして同時刻セレッソ大阪ホームで対戦相手は広島ということになりますね、はい、いやなかなかね、広島に対して厳しいコメントを述べてる方々がめちゃめちゃ多くて、僕はちょっとかわいそうだなと思ってるんですけど、どの感じなんですか。やっぱりACL 甲州高大戦を、まあ、相当若いメンツで行って、なるほど、お前ら負けに行ってんじゃねえよ、いやいやそんな人いないですよね、それはね、もちろん負けに行くわけはないですが、結果的に6試合で勝ち点を取るってところが一つじゃないですか。ターンオーバーです、ターンオーバー。そうです。それを考えると、アジアトップクラスの甲州高大相手にガチ面で臨んで、このセレッソ戦も落とすってなったら、その方が、チームのマネジメントとしては失敗になってしまう。マネジメントですか、言ったらね、リーグ戦で降格したら何にもなんないわけですから。何にもなんないです、ね。本当ですよ。そんな時にファンはね、あんなだこだ言ったってね、そういうわけですから。はい。はい、だけに落とせないこのセレッソ大阪戦、一戦です ね。僕ポイントとして挙げたいのが右サイドの攻防なんですよ、はい、セレッソ大阪はおそらく、はい、この試合も船木翔選手を右ウィングバックで起用してくる可能性がです、ね、はい、うん、あるんですが、はい、この船木選手の右ウィングバック起用っていうのがちょっとハマっている感じがしてですね、いわゆる右サイドに左利きの選手を入れるっていうケースって、はいはい、そこそこあるんですよ、例えばまずやったのが、まずこのロティーナ監督自身がよくやる戦術で、はい、今鹿島にいる安西光輝選手、はいはい、彼はもともとヴェルディの右サイドバックをやっていたんですね。そうなんですね。そして現在サガン鳥栖にいる安西一輝選手が左利きなんですが、左サイドバックもちろんやってたんです、で彼をロティーナ監督になってから彼らは逆やったんです、逆やるんだね。右に安西一輝、左に安西光輝だったんですよね。左利きの安西一輝選手が右サイドバック、はい、うん、右利きの安西光輝選手が左サイドバックをやることによってカットインが増えるんですよ。そりゃそうなりますよね、利き足でクロス入れたいですもんね。そうなんですよ、ってことで考えると、船木選手が右ウィングバックやることによって、右足じゃなく左足を使いやすいから、はい、右足でのクロスではなくて、はい、左足でちょっと中えぐってから、はい、ね、中にこうボールを放るなんてことが多いんですよ、はいはい、うん、でその動きにちょっと弱い選手、いわゆる前後の揺さぶりにちょっと弱い選手がいて、それが現日本代表センターバック、はい、佐々木翔。あ、そうなの。そうなんです。フィジカル、身体能力が高いってところはあるんですが、はい、顔もかっこいいですよ、細かい微妙な揺さぶりみたいなところにちょっと弱かったりするので、なるほど、なんで前に行くと見せかけてバックステップ戻って左足でクロス上げるみたいなことがあると、一歩ね、空間、その蹴るためのスペースを船木選手は作り上げることができるんじゃないかと、懐がね一歩分広いですもんね。そうなんです、はい、でそうするとそれに対して今度はじゃあ中で誰合わせてっていうことで考えてきたら、船木選手ちょっとポイントになってくると思うし、広島としてはその佐々木翔選手がというか、そこの左サイドの攻防がある程度あることを予想した上で、吉野選手がどれだけカバーできるのか真ん中でね、っていうのは大きくなる、大きなね、守備のポイントになってくるんじゃないのかなと思っております。船木佐々木のマッチアップにも注目と、はい、ということでどうなりますでしょうか。セレッソ対広島です。そして、はい、次の日日曜日ですね、14時から仙台対神戸ということですけれども、はい、仙台が神戸を迎えます。いやー、やばいやばい。いや、これは牛タンが飛ぶように売れますね。いやー、ほんとそうですね。いやー、どうしましょうね。どうしましょう。この試合だけちょっとプレビューやめていいですか。いや、やめないでください。やってくださいよ。冗談でございます。うん、おそらくなんですが、この試合、はい、今までの、イニエスタ封殺戦術を、はい、取ってくる可能性は仙台もあるんですが、はあはあ、問題がありましてですね、はいはい、今まで、もともと、セレッソでそのイニエスタを封じたのが奥野博明選手だったりするんですけど、いわゆる仙台から移籍した選手なんですよね。誰がやるのって話になっちゃうんですよ。なるほど、はい、仙台では誰が、もともと椎橋啓也選手がもしね、椎橋啓也選手がイニエスタを抑えるっていうのはちょっと分かるんですが、その抑える担当の椎橋選手が現在負傷離脱中ですので、
誰がやるのかってところがちょっと見えない。そして奥野選手が移籍したわけなんで、うん、もう一人欠けてる状態なんですよ、ね、なるほどね、誰やるのさってのがちょっと怖かったりはしております。そしてもう一個問題が、うん、新しくあのサンペール選手がやってきちゃいました、となるとですね、要は、サンペール選手って基本的にはあのブスケツ選手2世だなんて言われてたりもしますけど、要はこのチームにあってはイニエスタ2人目のって感じで考えると分かりやすいんですよ、なんでここからの試合ってイニエスタ1人だけ封じたとしても今度2人目のイニエスタいる状態なので、今までの奥の戦術、松岡戦術は使えなくなってくる。そうか、なるほど、そうそれも踏まえての加入であるんですね。そうなんです。だからであと結局は、あの得点できたわけですよ、ルヴァンでウェリントン選手が、で第3節からウェリントンが戻ってくるので恐るべし外国人枠5人。そうなんですよ。例えばキムスンギュをピジャポドルスキすごいですね。そうなんですよ、あのダンクレー、そしてそ、ね、キムスンギュをあえてベンチ外にしといて、オフェンスにウェリントン、イニエスタ、ビジャ、ポドルスキー、サンペールと、そうですね、まあ、前線5枚入れてくる可能性だった、まあ、ゲームで言ったら課金しまくりという感じですよね。そうですね、はい、なんで今までだったらこうパス交換のところをどっか止めて自分たちでカウンターすれば得点の匂いがあったんですが、最終的にそこにウェリントンとかもいられると、そうだ、ね、ハイタワー的な戦術も取れることになるので、もう仙台としては大岩選手どうすんのさって感じで思ってる部分があるかと思います。怖いな。でも J リーグ戦でなんとかこう神戸をこう止めるというね、技術戦術を実践していただいて、先生にそれをお伝えいただきたいんですけどね。ただそこで仙台唯一残ってる、これ前回も言ったけど、唯一残ってるものがありまして、左のセンターバックの長戸選手からジャーメイン選手にそこでロングボールってところが唯一可能性がある形なんじゃないかと僕は思っております。してそこはいけんじゃないかと。そうですね、まだですね、その神戸がずっとポゼッションを握ってる観点があるがゆえに、センターバック、神戸のセンターバック陣の守備でのデュエル回数っていうのがこのシーズン通してこの2試合の中であんまり見られてないんですよ、だからもしかしたらそこに弱点がある可能性もあるわけですよね。そこをどこまでつけるのか。なるほど。ただこれも一つ問題なのが、神戸には、渡辺博文、そして三田博隆という、ベガルタ仙台から移籍してた選手も多いので、仙台の戦術もややバレているところがあります。なるほど、ニュー仙台として頑張ってくれというのがもう地元仙台に対する思い。美味しいもののお店もバレてるわけですから、バレてる、帰りはここで食いましょうみたいな、楽しみだね、いい超レッツゴーみたいな。でもう一個、はい、だって、楽天でしょ。楽天ですね。楽天で、仙台に野球、ああ本当だ本当だ、ね、わあ、じゃあなんか施設とかも使ってるかもしんないあらまあ、ね、あのこれを収録してる日には、ね、あの全然関係ないですけど、はい、野球の楽天の方のエースの則本選手が夏まで怪我で不在ってことがちょっと出てますね。そういう方もありますから、ね、仙台神戸いろいろゆかりありますから、結構夢の話で、仙台って玄関口がみんな新幹線で来るわけですよね、はい、だから新幹線の会社絶対通るみたいな。そうです ね、あそこだってのありますね。僕は一回営業で勝ち合って松井和夫さんがすんげえ50人ぐらいに捕まってましたけど、でイニエスタとかボトルスキーとかあそこで待ってたら見れるわけだよね。あそこ行けばいいです、ね、多分新幹線で来るでしょ。そうですね、仙台駅 の、 あの、まあ、2階っていうのか3階っていうのか、あそこしかもないんだもんね、玄関口が。そうですね、エスパルの隣って言ってみますねあそこの横に売ってる牛タン屋さん美味しいね。そうですね、なるほど、はい、あそこでいる人多いんでしょうね。というわけで、はい、3月10日14時、仙台に神戸を迎え撃ちますということでございます。そして同時刻日曜日 FC 東京がホームアジスタにトスを迎え撃つと、これも注目でしょ、首都圏としてはね。いや注目ですね、フェルナンド対竹風さん。どうで、そうですね、実はですね、年ちょっと面白いなと思ったのが、まあ、もちろん対戦相手変わったからって言われたらそれまでなんですけど、初戦と2戦目で戦い方が全然違うんですよ。そうです。単純に言うとですね、初戦、金崎ムー選手からトーレス選手へのパスが0本だったんですね、ちなみに。あら、2トップでしたっけ。そう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 、で2戦目に関しては逆にそこが一番多かったんじゃないかっていう状態で、いわゆる2トップの関係性っていうのがだいぶこの2試合変わったから、おそらく戦術自体も違かったんだろうなと思ってたんですよ。で3戦目どっちで来るのかなってところはあるし、はいはい、あとは、やっぱりね、竹房久保、いや今季本当にいいですからね、まあ、どれだけ、切り裂いてくるかっていう戦いにもなってくるかとは思うんですが、一番気になるのはこの試合、永井健介、はあ、僕は初ゴールじゃないかなと思ってます、このシーズン。
起こると思ってます。へ、予想してもいい。それはどのようなファクターから導き出しているわけですか。やっぱりですね、うん、ちょっとあの攻撃に転じた際、はい、トスがですね、うん、ラインがちょっとあのセンターバック同士の間が甘かったりする部分がまだあるんです。ちょっとそこの失点ありましたもんね。ん、名古屋戦もありましたし、はい、神戸戦もちょっとあった、はい、うん、なんで、うん、あのスピード止めらんないので、はい、長い選手のそなんでちょっとだから久保から長いとかあり得るんじゃないかなと思っていて、前節のキープ力が逆にそこで生きてくるみたいなね、はい、前回のその東京の試合でもですね、うん、久保選手と長井選手どうやら試合中に話し合って、ええ、アバウトでもいいからとりあえず出してくんないなんて話をして、走りたいんだ俺はと。そうですね、うん、でそれをなんとなくやっぱりもう去年からやってますからね、うん、なんとなく久保選手も体感してるみたいで、とりあえず出しますねみたいな形になってるんですよ、うん、仕事っぽいですよね、うん、とりあえずあの営業の方ちょっと、うん、あのテレアポして僕つなげますんであとよろしくお願いしますはいはいはい、そんな感じがすごい見えるんですよね。であともう一つですね、うん、あの去年はですねそのトスに対して一つトスの戦術の中に一つ組み上げられていたのが、うん、キーパー権田選手から、うん、トーレス選手にボールを収めさせてっていうプレーがね、うん、散見されていたところがあったんですけど、はいはい、うん、今年はほぼないんですよ。大久保選手からトーレス選手に対していいパスが入るっていうのがちょっとない状態なので、うん、もう今はもう原川選手からとかが、はあ、そうですか、はい、はあはあ、それはどうしてなんですよ ねちょっとまだから2試合ちょっとあまりにも相手がね、うん、ちょっと得点力のすごいチーム同士だったんでまだ分かんないけど、ちょっとカウンター戦術でしたもんね、ボール持てないみたいな感じでしたから、はい、でもあともう一人ね、一応ね注目選手を挙げるとすれば、はい、その久保選手と同じように、うん、高校2年生世代となる松岡大輝選手ですね、うん、はい、これは動画にも出してますけど ね、ポドルスキーじゃない、イニエスタを封じたという、ね、そうなんです、はい、で実はその戦術動画結構ね、うん、試合終わってすぐのところで我々も撮ったもんですから、はい、データ集計僕も終わってなかったところがあったんですけど、ビビったことがもう一個ありまして。何ビビったんですか。あのペナルティーエリアへのパス数なんですが、はい、松岡選手のそうそうそう、でいわゆる中盤の選手限定でこれあの相当してみるとなんですけど、なんと全選手中トップの成績を叩き出してまして、あの守りをしながら遂行しつつ、はい、うん、7分の6だったかな、7本出して6本成功っていう、で複数本以上3本以上か3本以上、うん、ペナルティーエリアにパスを放とうとした選手の中では成功率トップ、うん、いやー6本そうで、それでそれでいてイニエスタ封殺、すごいよね、すげえなと。高2でしょ、僕高2の時家でこう留守番しながらあのアイスの箱に入ってお母さんが買ってきたやつ6本食ったことありますよ。あ、まあ似たようなもんですね。オレンジグレープ腹壊しましたよ封殺できませんでしたよ決壊してるじゃないですかそれは。すごい高校2年生だ、頼もしい、ねね、で今回そしてあの同じ高校2年生世代もね、もうすでに結構何人かもう内定取ってるんですよ。すごいよね、はい、あの帝京長岡のフットサル の、はあはあ、あの八千田選手が京都に行ったりだとか、はい、なるほど、そうそうそう決まってたりするので、オリンピックがあるっていうのがやっぱりこう呼び水になってたり機運になってるんですね。ですかね、まあ、でも彼らはさらにその東京の一期下ですからね、パリ世代かね、パリのトップ世代ですから、まあすごいですね。でラスト、はい、そんな東京突然もうだから久保建英が東京で見れるのもね、あと 何回なのかなっていう感じもするんですから ね、ぜひこれはね行きたいなと思っておりますけれども、さあラストです。14時同時刻は横浜 F マリノス日産スタジアムに川崎フロンターレを迎え撃ちますということですね。いやー神奈川ダービーここ ねただね一個問題なんですよね、マリノス、はい、ですか、出れないんですよある人が。誰が出れないの。三好浩二が出れません。あら、どうしたんですか。川崎からのレンタルなので。ああ、そういうやつだ。飛躍上出れません。なるほど、見たかった。なんでこの試合におそらく出るのは代わって大津勇気かなと、おー、そうか思っておりますが。なるほど、大津勇気にとってはチャンスだからモチベーションも高いよね、はい、そうですね、うん、まあ去年からの継続なので大きな変動はないとは思うんですが、はい、ただとはいえ他の選手からすれば中盤は左利きの選手2人から出るパスっていうのが多かったわけですよね、うんうん、それが片方右利きの選手に変わるわけなので、はい、そこがどういう違いが生じるかなっていうのが。大津選手が右利きってこと。大津が右利きですね。ほう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 、まあ、右足からのパスも多いって感じなんですけど、どちらかというと、まあ、テンポ変わってくるみたいなことですか。でもそうですね、F マリノスは評判いいですよね。いや今年強い、ね、これは強い。
どう考えても強いです。面白いって言います、ね。はい、もうプレビューの段階で今もう言っときますけど、僕はこの試合でマリノスの戦術解析をする予定にはしてるんです、勝手に、はいはいはい、ただ試合内容次第でもちろん変えますけど、まあそうだよね、だこの試合で川崎に関してもこの試合で言及したいところはあるんです。ちょっとだから川崎相手ですから、よりこう証明する試合になってくる。そうですね、ことだよね。で僕はそしてこの試合誰が結局一番になるんじゃないかっていうところで言うと、右サイドバックの横浜 F ・マリノスの右サイドバックの広瀬陸斗選手 VS、はい、おそらく僕は途中交代で入ってくると思ってるんですけど、はいはい、長谷川達也選手川崎 の、はあのマッチアップでどっちが勝つかってところがこの試合の一番の見どころになるんじゃないか。そこはどういう風に見たらいいの？そうですね、はい、あの川崎の中でこれあの川崎の戦術戦力分析動画の中でもお話しさせてもらったんですが、今年の注目は長谷川達也だと僕はお伝えしてるんです、うん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 、でなんでかってもう本当だんだんあの理由を明らかにしていきますけど、はい、長谷川達也選手だけちょっと川崎に合ってないんですよ。合ってない。合ってない。うん、でただ合ってなくていいんです。いいの。合ってなくていい。うん、だからアクセントがつけられる。なるほどなるほど。より川崎って川崎だからっていう、もう川崎っていう戦術なわけですよ。うん。テンポリズム。そうなってくると、うん、川崎のままでいくっていう風になると、そこをも抑えることができてしまったら試合自体はもう終わりなんですよ。ほう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 。そこに一つ違う点を入れてみるっていうのが彼のアクセント。なるほどですね。で何度も言ってますが、本当に長谷川選手のドリブルに注目してほしくて、うん、ACL の上海上皇戦でももう明らかに一人だけ別格の動きをしてましたが、はい、もう左左右とか左右左だとか、うん、もうあの自分の独特のポジションだとか、その元々持ってるやり方だとかもあったんですけど、ドリブルデザイナーの岡部さんに習ったりだとかもあって、なんとなくやり方にそれが進化が明らかにあるんですよ、はいはいはい。今の左左右っていうのはそのボールタッチのボールタッチですね。ほうほうほう。左右左ってやっぱり足の使い方的に分かるじゃないですか、はいはいはい、ただ左左右ってちょっとおかしいでしょ。アウトアウトってこと。そうそう、おん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 。だからあえてそこでちょっとワンフェイント入れて中にガッと入っていく、ね、はいはい。でただそこで一回また止まって、うんうん、相手に一回あまたつかせて、うん、そこからさらにもう一回フェイントかけて中に行く動きだとかもあるんですよ。はあ、で2回フェイント食らった状態だとまた揺さぶられるから、うん、揺さぶりの度合いがだんだん大きくなってきて、うんうんうん、だん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 広いていくんです。マッチアップの面白さだね。1回目と2回目が1回目が伏線になってるとかってことでしょ。そういうことです。うん、でここまで広瀬選手は、はい、そこまでの選手を相手にしてるわけじゃない、はい、一気にレベルの違う相手、今回家永そして長谷川達也とやってくるから、ここを抑えられたらプレイヤーとして1スケール上がる。またそれぞれそこで問われるわけね。そうね、ちょうど松原選手が怪我をしたってこともあって、少なくとも3週間ぐらい自分がこのポジション何があっても守らなきゃいけない。自分が決壊してしまったらここから失点してしまう。なるほど。今やらなきゃいけないはすごくあると思うので、はい、その責任感踏まえた上で王者川崎とどう対峙するのか楽しみでございます。いやーありがとうございます先生。第3節もどこも見どころたっぷりですね。いやー本当ね、自分でここ見たいなって思ったところを見ていただければ一番いいと思うんで、いやいや先生に話していただくとどこも面白く見えますよ。いや本当に楽しい。気狂いそうになるんですよ1日全部見たいから。でも他始まっちゃうでしょでもやっぱ生で見たいじゃない。そうですね、でもくる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 やって、あこっち見るの忘れてたみたいな、手入っとったみたいな、もう、はい、爆発しそうですよこっち頭が。本当そうですよね、僕も思ってますそれは。でもこれはもう1週間で薄く伸ばしてですね、はい、もう一回思い出しながらダゾーンのね、録画を見続けるのもね、すぐ次の節が来ちゃうだから次、ね、そうですね、うん、まあ結局 J1、2、3 全部見るってなっても29試合かな、かあるわけだから、各節29試合。そうです、はい、そうです。だから1日ね、やっぱり1週間 7日あるわけなの で、ね、考えると、まあ、とりあえずどうにか1日4試合ずつ見れば、なかなかですけど、はい、まあ、ダイジェストも含めてっていうことでいいのかなと思いますけど、ね、まあ、足早にね振り返る我々のこう振り返り動画とか、はい、それも出していきますので、ぜひ活用していただいてね、はい、よろしくお願いしますということで、さあ J2 じゃない、J1 第3節、はい、楽しみですね。楽しみでございます。この週末も楽しみましょう。楽しみましょう。ということでミルクサッカーアカデミーは毎朝配達しております。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。そしてツイッターも我々やっておりますし、この動画自体もですね、いいねボタンで応援していただけますといろんな方に行き渡ると思っておりますと。さあ先生、はい、ね、ワクワクが止まりませんが。止まりません。皆様お体大事に、花粉症にはマスクをね、はい、お腹減ったらご飯食べて、はい、お腹すいた、いろんなところで注目してください、はい、というわけでミルクサッカーアカデミー J1 のプレビューをお送りしました。井上でした。ノーミルク佐藤でした。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しみましょう。